所長、少し気になることがありまして、いろいろと。はい、この本によるとクリスマスというのは12月25日のことを指すようです。あの世界中に広まった宗教の元となった人物の誕生日だそうです。いえ、この本では12月24日に死んだ恋人が生き返り、共にクリスマスを祝うといった話です。それを奇跡と呼んでいるようです。この前の雪の話を読んでから、雪のことをいろいろと調べているうちに、クリスマスというものにたどり着いたんです。どうなされました？それほどのことは、以前この島の誰かが調べた以上のことは分かりませんでした。はい、クリスマスを調べようと思ったらこの本に当たりまして。手書きの奇妙な本なのですが、この島の誰かが書いたのでしょうか。思いついたことをそのまま書いただけの絵本かと思ったのですが、ちゃんとこの図書館で調べながら書いた絵本のようです。クリスマスが古代冬至の祭りの日であったこと、キリストの降誕祭のこと、司教セントニコラウスのこと、すべてちゃんと調べた上で書いた絵本みたいですね。ここの図書館にあるすべての本にクリスマスの関わる場所に付箋が貼ってありましたから、特に絵本で書かれている場所は何度も調べたらしく、そのページだけ真っ黒になってました。どうなされました？はい、そうですね。あ、ただその前にクリスマスの前夜がありますが、クリスマスイブというらしいです。クリスマス前夜、サンタという方が世界中の子供たちにプレゼントをするらしいですよ。今ではもうサンタさんがいないと書かれていますが、そうですね、そういうことになりますね。それがどうかいたしましたか？はい、なぜですか？私たちにクリスマスイブはあまり関係ないと思いますが。ですか？確か不明と履歴書にも書かれていないと聞いていますが。ああ、いえ、よくないと思いますが。そういうことになるのでしょうか。うん、そうは言われましても。
去の私と今の私は関係ありません。それに、だからといってなぜクリスマスイブが私の誕生日になるのでしょうか。待ってください。話を勝手に進めないでください。奇跡とか祝福とか、全く私には分かりません。過去私が何を考えていたのか知りません。昔の自分がクリスマスに何を感じていたのかも。ただ、今の私はそれに特別の感情を抱いて調べていたわけじゃありません。ただたまたま雪のことを調べていたらそこに至っただけです。私を祝福するとかよくわかりません。迷惑です。そんなこと言われても困ります。勝手とか勝手じゃないとか私は覚えていないのですから。それが勝手だと言うんです。それが迷惑だと言うんです。いつもあなたは卑怯です。私は全てを覚えていないのに。でもあなたは私のことを全て知っているように振る舞う。今の私の気持ちなんてお構いなしなんですね。あなたは過去の私ばかりを見て、あなたが私を見る時の目、私は過去の私を取り戻すのがとても怖くなります。それがなぜかわかりません。いいえ、そんなことわかりたくもありません。だって、お願いです、もうつきまとわないでください。元気がないでちゅね。えい！
ほら、霧島お姉さんに話してみるでちゅ。所長みたいなタイプでは、わからないようなことがわかりまちゅから。口で言ってもわからない人だからでちゅよ、所長は。ウユハちゃんのことでちゅね。本当にバカでちゅね、所長は。今、所長は答えを言ったではないでちゅか。他人の痛みを感じること、他人を愛すること、それがあたかも同じことであるように。ふゆはちゃんはなんて言ってたのでちゅか。自分が記憶を戻すことに対して。他人を愛することは怖いことなんでちゅ。それが世界中の人と痛みを共有してしまうことならまだしも、もしたった一人の人間と痛みを共有してしまうことならなおさら。でも、そんなことはよくあることでちゅ。もっともありふれたことなんでちゅよ。所長は、そのありふれたことに気がついていないだけでちゅ。あなたが迷っていたら、ウユハちゃんが怖いのは当たり前でちゅよ。ただ、それだけでちゅ。迷っていてはダメでちゅよ。他なんか関係ないでちゅ。てなことで、とっとと行くでちゅ。わかりました。明日廃墟でお待ちしてます。時間は仕事が終わった後でよろしいでしょうか。わかりました。明日6時に待ってます。
参りました。こんな強硬手段に出てくるとは。人事部まで手を回すなんて、相当本部長も冬葉ちゃんの力が欲しいのでしょうね。今日付け、今日中の移動、普通なことではないでちゅ。どうするでちゅか。本部長からの命令なんて無視したら、この島自体どうなるか。何を考えているのでちゅか。そんな所長、何をする気でちゅか。ダメでちゅ。私が行きまちゅ。だって所長は冬葉ちゃんとの約束があるじゃないでちゅか。それを破ってしまったら。生きて戻ってくるのでちゅよ。絶対に。わかりました。冬葉ちゃんの方には、私の方から言っておきまちゅ。死んでも、なんて、考えないでくだちゃいね。あなたを待っているのは、冬葉ちゃんだけではないのでちゅから。できることなら、今日が無理でも、せめて明日のクリスマスには帰ってあげてくだちゃい。冬葉ちゃんは、所長を待ってまちゅよ、ずっと。だから、戻ってきてくだちゃい。雨が降ってきたみたいでちゅね。はい、わかりました。